はいどうもこんにちは、ゆっくり霊夢です。ゆっくりマリサだぜ。今日はマリサに誘われてほのぼの牧場ゲームをやっていきたいと思います。それでなんだけどマリサ、このゲームほのぼの牧場ゲームじゃないよね。運動かな、初めて見ないとわからないと思うぜ。明らかにプレイするように誘導している気がするけど、じゃあ聞くよ。おいぜ。これはアンダーテールの二次創作だよね。そうだな。でなおかつホラーゲームだよね。そうだぜ。ほのぼの牧場ゲームじゃないよね。それはわからないんじゃないかな。絶対違えだろこれ。ということで今回はアンダーテールの二次創作であるキャラゲームエグゼをプレイしていくぜ。もう隠す気なくなっちゃったよこの人。このゲームにはびっくりホラーがあるから注意してね。あとアンダーテールの二次創作っていうだけあって、アンダーテールというゲームのネタバレがあるからそこんところも注意してね。翻訳はほとんど説明欄に貼ってる方の動画を参考にしてるぜ。ということで早速プレイしていきます。雰囲気を大切にするため BGM はなしでいくよ。私たちのトーク力が光るね。恥ずかしいから死んでくれ。まあアンダーテール自体はプレイしたことないけど、動画で全ルート見たことあるからね。にわか感半端ない。私の名前は何ですかって絶対使わない英文やん。まあ大体わかるよ、キャラでしょ。何急に怖いじゃん。もっと楽しい BGM 流してよ。もし楽しい BGM 流れてたとしたら場違いかん。絶対ヤバいだろ。確かに。うわ、どこかに飛ばされた。何ここ虚無暗黙の聖地。中二病見せんのやめて。まあ一般の人はこういう真っ暗の中に取り残される経験ぐらい子供の時にあるよね。お前の幼少期何があったの。てか何も考えずに下に降りてきちゃったけど、本普通に誰かいたと思ってる時期が私にもありました。話しかける猶予さえなかったな。下に行くと見えない壁があったので上に戻ります。左右には行かなくていいのか。多分右も左も見えない壁あると思う。こういうエグゼゲームは一回来た道を帰らせるのが鉄板なんだよ。なんで切れてんの。あ、申し訳ない。私の150番目の人格が数は人格多すぎだろ。霊夢が驚きのあまり自分のボケを自分で突っ込んでしまったみたいだ。そんなことある。三つ目からケチャップ出てるよ。ケチャップの言い方独特だな。おい、あ、これ何かをさないと進まない系か。なんだ夢落ちか。だとしたらお前どこで寝てんだよ。二つもあるんだからベッドで寝ろや。でもなんかここは平和そうだよ。これハッピーエンドじゃね。なぜそうなる。もうゲームの制作者さん明るい BGM かけ忘れてんよ。仕方ない私がかけちゃうよ。急にエンディング感増してきたな。いやーちょっと怖かったけどもうこれでおしまい。楽しいゲームだったなー。なんかここら辺は特に調べられないの。まああれでしょ、この家に住んでる子供の落書き的な。だとしたら悪趣味すぎんだろ。ほら綺麗にお花も咲いてるよ。なんか静かな感じだし。やっぱ問題ないって。大阪半端ないって。急な大阪は笑えるかで。何これ、顔でかすぎでしょ。触れるところ違くない。なーにーこれー、新手の覗き魔的な感じ。覗き見る気ゼロじゃねえか。覗きをしているとき向こうもまたあなたを覗いているのだ。何それ怖い。わお、顔文字みたいな顔ですね。第一印象最悪の言葉だぞそれ。これが新しいお見合いか。てかこれ何もできない感じ。一回ソフト落とせってこと。ということで一回切ってみました。そして再起動。ちょっと部屋割り変わった。部屋割りというか世界が変わりましたね。なんかめっちゃ足遅いんだけど、鈍足履いてんの。なんだよ鈍足って。瞬足の反対で足が遅くなる靴。めっちゃ売れ行き悪そう。うじうじしてても仕方ないし棺桶に触るか。確かに空っぽだね。どうせ出し中にお菓子でも詰めちゃう。サイコホラー映画みたいな。あんやめろ。まあ中は空っぽだけど少し蓋は開いてる感じだね。うん、なになに。うわ、誰か入らなきゃいけないんだって。マリサかわいそう。私がなんで入る前提になってるの。殺すよ。ごめんなさい。あ、勝手に落ちた。再起動してみました。同じ文章だけどキャラクターが変わってるね。なんていう名前のキャラクターかはアンダーテールを知っていればわかるな。やっぱり入力させられるんだ。これ他の名前入れてみたらどうなんだろう。あ、なんか入力できない感じ。やはりフリスクって書かないとダメか。うわ、なになに。上のキャラクターがガチャの演出みたい。逆眼点どうでもよさ世界一。また勝手に落ちました。うわー、なんか暗いところに出てきたよ。先に進みたくねえ。まあなんか来る予感はするな。仕方ない左に進もう。うわー、なに、みんな目が疲れてるの。目が充血すぎゃー。2回もびっくりさせられた。親父にもびっくりさせられたことないのに。もう疲れた。また来たりするんじゃねえだろうな。疑心暗鬼になっててわろた。何ここ、お花畑。アンダーテールで最初に落っこちたところだな。うわうわ、なんか来たよ。このお花畑一人用だから、入ったら1万円だから。小学生かな。そして意外にもお花畑には入ってこなかった。1万円がよほど嫌だったのだろう。100万円とかと違って結構リアルな数字だからな。てか話まだ続きそうだしちょっと黙っておこうかな。
え、なになに？急にバトル始まるじゃん。まあどうせアイテムとか何もないんだろうし、ただただ攻撃仕掛けます。うわぁ残り体力多すぎだろ。あーでも中身が簡単みたいな。早速1ダメージ食らってるじゃねえか。ちなみに相手を許したりできなくて、アイテムも特に何もなかったよ。あれでもこれ下で左右に動いとけばいい。そう思ってる時期が私にもありました。回復ないのに1回目の攻撃で3も食らうとかやめたらこのゲームもっと応援してほしいな。ダメージ1だけかよ。もっとレベル上げしなくちゃ。ルートかし、次来る攻撃パターンがわからなくて怖い。なんだよさっきと行動パターン同じかよ。さすがの霊夢ちゃんでも颯爽と避けちゃうぜ。霊夢下手なの自覚あったのな。逆手に取るのやめて。待って待って、これは聞いてない。青は止まってオレンジは動くんだっけ。原作プレイしてないからあの難しいところのおダメクリアしたけど質問ある。ゼロですっかし。そして安定の4ダメージ。でもこれ HP の配分的にダメージというよりもある回数攻撃したら勝ちとかそんな感じだろう。なんだよさっきのやつと同じじゃねえのかよ。え、動き複雑すぎてわからないと思っていた時期が私にもありました。これはセコい。マリサさっきから悪口しか言わなくない。あれ待って、これやばい。クソ、中央以外は攻撃ゼロか。うわーなんだこの攻撃。避けるとか避けないとかそういう次元じゃねえ。ダメージがゼロ判定だとさっきのナイフ攻撃されて攻撃パターンは先に進まないで。ラッキーに言ってくれよー。てかほとんど毎回攻撃パターン変わるんだね。なんかこの回ってるやつ言ってるそばから白色になりやがった。あってもこれぐるぐるするだけで簡単だね。まだ体力は半分あるな。意外に1回目でクリアとかあるかも。与えるダメージは安定の少なめ。1回に9999ぐらいダメージ与えてほしい。これはレベル20。次は何が来るの。また変なの来たよ。痛い。こうやって流れに合わせて回るのが正解かな。確かにうまくは言ってるな。その微妙に HP すり減らすのやめたら。それが一番の課題なんですけど。そろそろ攻撃終わりそう。終わったらすぐにキャラにアタック。あれ待って、これやばいかも。やだノーダメ。自己暗示やめて。今回は攻撃うまくいったかな。よしよし、入った入った。え、これはとても危険そうだ。だってうわー見るからに当たったらヤバそうなの降りてきたよ。とりあえずは避けた方がいいな。ダメージゼロは絶対に避けていきたいね。いいえ試しません。めっちゃ殺す気できてる人の話信じたら終わりでしょ。うわーこれはヤバい。あれ当たったらゲーム強制終了なのか。でもなんだかんだでクリアでき、なんかバスターブラスター。めっちゃでかいの。え、これに当たったぞ。マジでここ苦手なんですけど。別にこの手待って、もうさすがに慣れてきたわ。マジで死んじゃうって。なんでお前こっちに来てるんだよ。今回はかなり非ダメージ少なくで。休憩しよう。最終戦プレイし始めて1時間以上経ちました。とりあえず赤いナイフの先までクリア。そんだけプレイしておいて4も食らってるのかよ。やめて。ここからメニュー画面にもナイフの雨が降るようになるので早めに攻撃を仕掛けてしまわないとダメージ食らいます。でもぶっちゃけ即死攻撃だけ注力注げば簡単にクリアできますね。カッコの中が不安すぎる。ここは左端っこで上下に動いとけばそんなにダメージ食らわずにクリアできます。あ、そういえばナイフの雨期待。本当に1時間プレイしてたの。疑わないで。次の攻撃はなんか複雑そうですが、オレンジの場合はぐるぐる回る感じで避けられます。で、この後槍みたいなのが青色に変わるんですが、その場合は槍は止まって槍過ごして、あとは左右に回避するだけで簡単にクリアできます。攻略方法見つけてて笑う。この攻撃ループするだけなのでカット。あれなんか焦っていたい。やり直しになりそうで見てる方が怖い。で、この後はガスターブラスターが来るんですが、ここは上下に動きだけで OK です。撃ち始めて4回目で急に速度が上がりますが、撃った後のビームが半透明のうちのダメージがあることだけ警戒して、上下に動けばそこも簡単です。怖いね。クリアに達成が言うセリフじゃないって。ここから選択の初期地点が一番右にずらされて、さらにパイプのところにガスターブラスターが湧きます。戦闘が終わったら気を抜かずすぐに攻撃するのが大切です。ちなみに今はゼロダメ専用攻撃されてます。落ち着かないとダメだね。しっかり失敗を見せる実況者の鏡。この後のガスターブラスターです。っていうかこの後の攻撃全部ガスターブラスターです。唐突なネタバレ。この斜めのブラスターはもう噛んで避けちゃってください。ですがここら辺からブラスターの発射が早くなるので、うまい感じに斜め上下に避けちゃってください。結構難しそう。最後のは青いブラスターなので動かなければ OK です。で、ここからは休憩ポイント。急にキャラさんが優しくなります。緑のクローバーを取れば回復するので、できるだけ HP を上げちゃいましょう。急に優しくなるとか積んでるかな。気持ち悪い。悲しいな。で、回復し終わったら即攻撃。次の攻撃もさっきのブラスターのやつとほぼ同じなんですが、2回に1回そっちブラスターが混じってるので注意。これで最初からやり直しになったら発狂もんだな。ほんとその通りです。で、速度が上がってくるとそっちブラスターは消えるので、かなり落ち着いて対処できると思います。そしてまた攻撃すると、また回復コーナーが来ます。ほんと急に優しくなるなお前。これで攻撃し終わると、
さっきのブラスター攻撃が基本的に全部そっちになります。普通にヤバすぎる。もう一回でも当たったらやり直しだからマジで緊張するよ。全員かここら辺完全に初見で、動画撮影時はめっちゃ怖かったです。でこの連続攻撃が終わると、でっかいブラスターはオレンジ色なので動いて避けてください。その後の攻撃は普通に青色のやつです。選択画面のブラスターが2個になってるな。でも普通にすぐ攻撃選んだら間に合ったね。次はどんな感じにヒートアップするのかな。あ、これはやばい。最初からめちゃくちゃブラスターが早いですね。とにかく見極めて車検しかない。0点速めっちゃ大事。それにしても長い。ワンチャンこれ最後の攻撃かもね。早く終わってくれ。もうマジで逃げ出す。急に死んだお前。ここで死んだらマジでシャレにならんて。あともう一回来るか。うおー、そっちブラスターを避けろー。あっつーな。え？勝ったー。やんやん。いやマジで辛かった。ということで一周目クリアです。非常にやり応えのあるゲームだったなと思います。なんか二周目だとキャラ戦の仕様が変わるらしいから、気になる人は説明欄の URL からプレイしてみてくれよな。ではご視聴ありがとうございました。